私の立場で陛下のお気持ちについて申し上げるべきじゃないというふうに思います。まず報道はもちろん承知してますけれども、政府として、コメントすることは控えたいと思います。組織などでこの生前退位に対して政府が皇室典範の改正など対応を検討しているという事実、または今後検討していくという考えはありますでしょうか。そういう報道があったことは承知してますけれども、多分ですね、政府では皇族の減少にどのように対応していくかということで、杉田副長官のもとにこのそうした内閣官房皇室典範改正準備室、こういうものを中心に検討を行ってはおります。そのことじゃないでしょうか。宮内庁次長はですね、報道陣に対して報道の事実は一切ないと否定をされる発言を公式にされているんですが、政府としてこの事実関係をどう捉えているでしょうか。いや、今申し上げましたけれども、宮内庁の次長がそう言われた通りじゃないですか。私の立場で陛下のお気持ちについて申し上げるべきじゃないというふうに思います。